はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。いよいよ今回は筑波長間戦ですね。3位、これに勝てば2以上、つまりアジアチャレンジトロフィーへの出場が決まります。しっかり勝っていきたいとこです。あと3戦、今季の公式戦も。はい、変わって美穂。この辺りでしょうかね。強いな。さあ、相手のホームアウェーです。いざ頂点へ。これ勝つことで首位の、首位へも前進する可能性ありますからね。天王山です。しっかりボールをキープしていきたい。ファールですね。ナーコが直接横飛び松原。ボールキープがうまいですね。隙を完全についてる。夏希が今回はキャッチ。まい、ノーホイッスル。さあ、反対サイド。サヨが確保した。さあ、飛び込んでいくが、これは、外に出て、こちらボールのスローインですね。ナーコ、松原が直接キャッチですね。無理はしません。早い。うん、ちょっと危なかった。守備のマークがうまく働いてます。さあ、チャンス !7 個と思ったら、足を引っ掛け合いましたね。ファールじゃないのか、これ。危ない！さあ、守備。おー、危ない、危ない。引き分けでも勝ち突破ですね。さあ、こちらボールのスローイン。できれば勝ちたい。あやか、おお、左か。緑。あ、不用意だ。なるべくボールは捉えたくないが、夏木がしっかりセーブしてくれます。さあ、もうほとんど前半時間がありません。これで多分投げたとこで終了でしょうね。前半はスコアレスです。
あ、かなり疲れが目立ちますね。あ、どうかかな。緑を下ろしてエリカで勝負をかけます。これですね、他の人の疲れの増え方を防げますからね。さあ、ここはチャンス入った。先取点です。クラーカリバーズ、さあどうなっているんでしょうね。あ、エリカが上がって、これをクルミがヘディングですね。やりました。さあ、これが大きな1点、決勝点になるかどうか。さあ、当然攻めも厳しくなります。相手をなんとか翻弄したい、ボール回しで。さあ、いいワンツーですね。これでセンタリング、これ松原が取ってしまいます。ちょっとマークが厳しかったですからね。くるみ、さすがに個人プレーとはいきません。こちらボールをスローインです。あ、さて、25分ですね。前半はファールですね。くるみが直接シューツ、キーパーゴール前、もう2点目はやれないとばかりに引きますね。マークが甘い。夏木がキャッチ。20分を切りました。3人がボールをパスしまっしでは、おっと、直接こちらボールをスローインです。さあ、7個が投げた。ちょっと届かない、足りない。さあ、ここはちょっとやばいぞ。おお、ここは返しました。まだピンチは続く。危ない危ない。おお、あー、もうちょっと戻らないと。さすがにできません。米山がクリアしとけば。米山に対してクリアしておけば。さすが、相手の攻撃強いです。まあ、ほとんどもう残り時間ありませんね。ボール回し、パス回しに終了かな。終了ですね。1対1同点で終わりました。これでおそらく2位以内、アジアチャレンジトーナメント出場は確定ではないでしょうか。惜しかったね。先制したのは我がクラワーカリバーズです。後半7分、エリカが上げたところをクルミがしっかりヘディングで5先取点。クルミが、これをキーパーがこれ以上やってはならないと。この中危なかった、本当に危なかった。その4分後、後半42分、もうちょっとだったのに。米山が一気に上がっていって、また米山が、ちょっと守りに入ってしまうのは良くないですね。
とはいえ枠内シュートはあれだけだったんですね。他は枠内ではない。筑波長間の方が一気に攻めてますから。お、しかし首位に上がりました。リマッセ大阪が敗れたのではないでしょうか。アジアチャレンジ投品への出場権は獲得です。まだですね。2回戦はフォルティール浜松ですね。フォルティール浜松は以前やって、4対1で勝利してます。 N2 から上がってきた選手チームですね。なかなか上位は強い選手がいる。特にキーパーのモラーが硬い守備を誇りますので、ディフェンダーも硬いですし、ディフェンディングチームってことですよね。守備的チームなので、大きな勝負になるんじゃないでしょうか。我々は2回戦突破してより上に上がっていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。応援という意味では、チャンネル登録力になります。あと1000人まであと5人となっております。よろしければ皆さんお力添えをお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。